古典によく使われる音形からとてとてを説明します。とてとては中指と親指で交互に弾く音形です。中指の代わりに人差し指を使う場合もあります。主にはオクターブ関係を弾くことが多いのですが、中にはオクターブ関係ではない弾き方もあります。